ベーシスト、世の中の変態ベーシスト、世間では変態だの、むっつりスケベだの、渋いだの、エロいだの、彼氏にしてはいけない 4B だの、言われたい放題言われてるよな。バンドの中では地味だの、モテないだの、散々言われながら、裏ではバンドのボトムを支え、淡々とベースを弾いて、ボーカルを引き立て、ギターソロを引き立て、主役を引き立てる縁の下の力持ちやってるよな。俺さ、お前の気持ちわかるよ。本当は主役になりたいんだろ。バンドの中でも一番目指したいよな。ベーシストよ、聞いてるか。俺一つだけ目立つ方法知ってる。スラップ奏法って知ってるか。こうやって弦を叩くんだ。ぶったたく奏法なんだ。またの名をチョッパー奏法っていう派手な音がするんだ。これをやるとギターより目立つんだ。ストレス発散にもなるんだ。俺このスラップ奏法の初心者講座やってるんだ。ビギナースラップってオンライン講座をやってる。無料で5回配信してる。下の説明欄から誰でも登録できる。親指で叩くサム、人差し指で引っ張るプル、ゴーストノートっていう打撃音、親指のアップストローク、振り抜きスタイルとかフリースタイルとか、一個一個ゆっくり丁寧に教えてる。俺さ、みんなの力になりたいんだ。初心者ベーシストでも目指したい、モテたいって思ってる人の力になりたい。みんなの受講待ってる。マッキーでした。マッキー流モテるベースメルマガはこちら、 YouTube マッキーチャンネルもよろしくね。